どうも、なおっちです。今回も続きの方やっていきましょう。タオルケットをもう一度に、その後、前回は、第4章に突入して終わりっていう感じかな。まあ、三重さんとも合流したんだけど、ちょっと、まあ、もともとね、ちょっと変な人だったけど、さらに頭のネジが飛んじまったという感じで再開しましたね。続きをやっていきましょう。で、牛の一人旅が始まって、ああ、俺も全部やられたのか、何があるのかは、まあ皆さんのご想像にお任せしますよとかそういう感じなのかな。だってさ、埋葬もされないわけだよ。ね、ずっとこのままで。やだよね、こんな。まあ、いつら。もうね、なんか最近、やっぱり思うことがあってね、タオルケットシリーズはね、なんだかんだで先が気になっちゃうから面白いんだよね。なんもないよ。嘘だ。あれ、この音楽どっかで聞いたぞ。3の時にもなかった。あなた、三井さん、女性の方を助けてきた。なんか拠点になってる。です。そうですか。都会から逃げて。もうこの辺りでは逃げれるところが。ガガ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 。あ、ダメだ。俺これダメかもしんない。人間じゃないだろこれ。なんだよこのさ、寄生獣みたいなやつ。寄生獣今やってるでしょアニメ。まあもともとあれ名作だからさ、昔からね、ある作品で今アニメ化かっていう感じなんだけどさ、どこが人間だよもう。三井さん、なんか分かりました？なんか博士っぽくなってるじゃん。お外出たい。パパお腹減った。リープしますか？イエス。おっぱい送る、うるせえ。ガガガピ、おお、どうしてくれます？生存者いませんか？山の上の研究所まで誰か。何かしら発信されてる。山から。山。ああ、あったっけ？流しで包丁。いい武器だ。包丁。格子を連れて行きます。マジでか。ああ、またこっち開いちゃった。装備。ああ、下がっちゃうか、バス停。でも、無知の方がいいんだよね、多分。鉄の扉、盾かよ。盾扱いかよ。3匹の拳。愛の結晶。山行けみたいなことになってたんだけど、山ってどっかあったっけ。看板とかないかな。うわ、毒の沼地になってる。しかもこいつらがはびこってんのか。そりゃそうだわ。もう華麗なスルー人形。なんだかな。あ、毒か。取ったらダメージか。こっちか。ひよっこだ。あー、こいつも敵だな、多分。ここ最初登れたんだけどね。気のせいだったのか。こっちは学校の裏だから、こっちの方をさ、北側に行けば山っぽい場所出んじゃねえかなとか思ったりもしてんだけど、どうなんだろう。で、アイテムはね、ちょっと、行きたいね。回復アイテムの方が。おお、お前レベル高えないかと。なんかめっちゃ前にさ攻撃してくんのかな。でこっち武器変えてないからさ、
どっかで売ってないかな。売ってないかな。ほら、よし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 。もうレベル上がった。まあぶっちゃけそうなんだよね。レベルさえ上がってくれれば勝てると思うんだけど、やっぱりある程度のググっていうのは必要だからさ。よし、ぶつかりそうになってる。ぶつかりたくねえな、なるべく。あっ、もうちょっと待ってね。よし、これで OK。 今ね、あのアナログスティックから三井さんが死んでしまった。アナログスティックからパッドっていうの、十字キーみたいなさ、十字パッド、まあそっちにしたからさ、多分こっちだったらさ、割とまっすぐ進めんじゃねえかなとかって思うんだけど、合ってんのかな。メニューこっちだよ。一応蘇生薬を使う、また買えばいいしな。で、せっかく拾ったこのリンゴとかをね、使って回復。三井さん今1個で十分だった。 HP33 しかなかった。なんでその覚悟とであったんだよ。俺が戦いたいのは宇宙人なんだ、お前らじゃない。しかもお前ら宇宙人より強くねえか、下手したら。多分倒せるよ、ヒナを踊って集めてさ、宇宙人の前に突き出して全体攻撃やらせまくれば勝てるだろ、これ。お金やばいな。スペシャルのレベルには。あ、ここっぽくね、ここっぽくね。合ってたんじゃね？よっしゃ、よかった。これで迷ってさ、別のところだっつったらカットだよ。おー、癒し。なんか音楽変わった。行き止まりってこと、まあいいや。じゃあこっち側行くってことか。よいしょ。お、洞窟だ。あれ、あいつ、タオルケット3の時にいたやつらじゃないか。なんか敵弱くなったね。ヘビーには弱いようになったね。レベル2だし。あ、あいつだ。ほら、よし、ほら、ほら、よし。向こうのヒナの方が多少強いから、あれは敵じゃないと信じてる。こっち、マジかよ。なんかちょっと、しかも強えし、なんでレベルなんだよ。三井さん攻撃力低いよ。ほら、ほら、よし、よし、あと一匹。ほら、もうちょい、もうちょい。死ぬなよ誰も。あ、風邪ひいた。よし、経験値もそんなくれないね。あ、MP か、オレンジは。こっちだろ。ふふーん。イベントだ。あ、あ、あら？あー。なんか落とした。研究所の鍵、合ってるー。こっちー。あ、ん、どうしよう。鍵落としちゃったよ。持ってるよ。家に入れない。いやいや、こんにちは。ここに入れないの？あのなんだこれ。こら、失礼でしょうに。あ、お、えい、どうなったの？興奮して焦げたみたい。焦げたロボット。セーブ。違う。あ、電波をキャッチした人ですか。え、お前らもわかんないな。恥ずかしがり屋なんだ。へえ。だから興奮して爆発したの。爆発ってか焦げたの。
敵じゃねえかよ、お前らさ。戦ってやってもいいけど、実況外の敵にしてくれ。あと俺に武具を売ってる場所を教えてくれないか。お前らのご主人様ではないんだけどさ、ちょっといい加減装備が厳しくなってる。HP がまた低いからさ、油断すると死んじゃうんだよね。このポチポチゲー、ポチポチゲーっていうかさ、ポチ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 ゲーってやってたらさ、気づいたら死んでたみたいなさ。HP 少ない割に受けるダメージもさ、ちょっと多いんだよね、他のキャラと比べて。寄生虫だ。おい、二重で敵じゃねえか。蛇のような宇宙人。寄生虫。いや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 、こいつらを使っていいのか。あれだぞ、エイリアン VS プレデターみたいな展開になっちまうだろお前。そのうちあれだよ、あの宇宙人と寄生虫の合体みたいなのが出てきてさ、手のつけようがなくなるぞ。これは非常にまずい、まずい流れじゃないの。ちょっと俺今テンパっちゃって、いつもの滑舌の2倍近くさらに悪くなった気がする。どこ行けばいいの。こいつらさ、下手に話しかけたら戦闘になるから嫌なんだよね。お弁当、よくわかんないけど、ここの研究所。まあそりゃそうだよ、ご主人様って。あ、なんかそれっぽい場所。 B に行こうか。広いなーというか、なんも用ないんで、戦闘したくないんですよ。もう戦闘中に喋ることなくなってきたからさ、戦闘したくないんだよ。このフォワーってさ、チュピっていうのはさ、なんて言うんだろう、主人公だけ唯一さ、ちゃんとした武器で戦ってるよね。無知だろ。他の二人にだってなんか、何で攻撃してんのってなっちゃう。ああ、個人様、ラッキーな人だ。カードキー、へえ。え心配だと思って。ていうか、そんな持ってんのかよ、カードキー。で、カードキーってどこで使うの。こっち別の場所か。オッケーオッケー。とりあえず、順調に進んでるっちゃ進んでるっぽいね。よいしょよいしょ。じゃあ下かな。お、セーブ場所いいね。OK。あー、なんでそんな勇気を阻むんだよ。ほら。ほら。開始の時期。9、10、5。水江さん。ちょっと強くなってくださいよ。もうちょこっと強くなってくれよ。お、レベル上がった。なんか知らぬ間に地道にレベルが上がってってる。お、いや、なんで90。お、新キャラだよね、多分ね。どうもどうも、博士風のな。ふむふむね。もうちょっとここを調整しないと。あの、すいません。てんてんてん。牛は喋らないだろ。おーっと、正論だ。ええー、まあ変なやつはちょっとついてこい。私が調べてやる。なるほどな、あいつらは宇宙人か。そうなんです、私と夫はそれでこんな感じ。再起動。記憶なんぞ戻らんぞ、別になくてもいいだろ。なるほど。結論から言うとよくわからん。ここの施設じゃ無理だろう。そうだね。あ、ようこそ我が研究所。ケツアゴ博士。ケツアゴなのこの子。女でしょ。ああ、それまでは。
か対抗策ないの？博士でしょあなた。外に出るなよ。せっかく救助したんだ。しばらく休んでいる。ああ。そっか。なんだ無駄だったな。まあ好きにしなさい。じゃあ何する？休む場所だったりなんか売ってない？アイテムばっかや。ああ、じゃあどうすんの？博士どうすんのさ。向こうが喋らない。ああそうなの。じゃあ報告しに行こうか。ん？どうした？壁ドン？どうした？入る。ご主人様、博士、なんだか通信機に反応があるんです。本当か？なんだ誰だ？聞こえるか？ん？この声は何だお前か？ん？その声は、おう、ケツァルコ博士。こっちで奴らの一匹を捕まえた。研究材料が手に入った。こっちに来い。奴ら倒せるかもしれない。おお、これはやばいんじゃないか。反撃ののろしだろ。わかった、今そっちに行こう。まずよく、こういうさ、なんか未知の生物と戦うときってさ、向こう一匹をとりあえず捕まえて研究して、そこから打開策見つけるよね、よくね。うん、行く行く行く。行くしかないだろ。外に出たらはしごで下に行ってくる。ロボットを洞窟に隠しておきたい。ついてきてくる。とりあえずじゃあ、はしご。じゃなくて普通に出りゃいいのか。よいしょ。あ、スティックの方がやりやすいな。ちょっとたまにカクつくけど。よいしょよいしょ。で多分はしごの下ってこっちっしょ。どっちだろう。あー、よかったわね。もしかしたらあの宇宙人やっつけられるかも。戻るといいね、記憶。みんな収納が終わった。それじゃあ出発しようか。右手にある湖に行ってくれ。こっちか、ここか。ご主人様、どうしたって僕だけここに連れてこられたの？やっさだ。あ、ひどいや。わあ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 、体に水が染み込んでる。ブクブクブク。ああ、僕の人生って一体ブクブク沈む。かわいそう。あ、懐かしいな。巨大モンスター。くわ。もう怪獣だ。海豚くん。おお。こいつの口の中に。なるほどね。港町。行っちゃった。先に行っちゃった。あのバカタレ。どうしよう。どうすんの？こっから俺かよ。じゃあこっち行くしかねえべよ、多分な。こっちか。キノコがいっぱいいる。とりあえずもうサクサク。僕のこと覚えたの。え、海豚くんが先に行っちゃった。そんなせっかく餌になったの。下水道。おお。下水道の扉。あいやー。あ、
青木しかもレベル高いし、うわ結構つらいな。ほらでもまた一旦切るようだな。時間がいい感じになってきた。ほら三井さんやばくなってきたな。 HP がまだ一発は耐えられるな。あーやべ、あと7。まあ耐えてくれるとらしいでよ。ほらよし36300円。ああいい感じになってきたな、経験値が。でどこに続くんだっけ。ゲースで移動、洞窟の奥行きゃいいのか。ちょっと待ってね、避けてセーブ場所向こうにあったから、でセーブして終わりやな。で多分こっち進むってことか。あこっちだな。というわけでですね、もしかしたら宇宙人がようやく倒せるんじゃないかと、向こうを捕獲したということでね、まあ、こっちも実験でぐっちぐちにしてやればいいんじゃないかなって思うんだけど、コピーをこっちも作りまくってね、ビームでバーンみたいなさ、やってやりゃいいんじゃないかなって、目には目をみたいなね感じでやっていけばいいのかなとか。まあ実験って言ったら普通にね、細胞をいじくってなんか、あこいつにはこれが弱いんだみたいなのだと思うんだけど。というわけで、その4だよね、その4お送りしましたが、時間が足りないね。20分で毎回大体切ってんだけど長くなっちゃうから、もっとね長くやればなんか、あもっと進んでるなって思うかもしれないけど、結構やってるこっちもね、あっという間だからね、どん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 続けて撮っていこうかなと。最近っていうか、今回のパートもね、打つ要素は抑えめだったと思うんで、まあでも最初がきつかったか。人間だと思ったら、みたいな。あれきつかったけど、まあ、見てる人も慣れてきてんのかな、わかんないけど。というわけで、ご視聴ありがとうございました。その後でお会いしましょう。さよなら。